シャルル・バランタン・アルカン。シャルル・バランタン・アルカン。チャールズ・バランタン・アルカン。1813年11月30日。パリから1888年3月29日。パリは、フランスのロマン派の作曲家、ピアニスト。アルカンは本名を、シャルル・バランタン・モランジュと言い,い、パリのブランマント通りで、ユダヤ系の家庭に生まれた。父は、アルカン・モランジュ。 1780年1855年、母は、ジュリー、ジュリー・モランジュ、旧姓・アブラーム・エブラハムである。彼は六人指定の二番目であり、姉と四人の弟がいた。アルカンは、音楽家だった父の名であり、彼を含む兄弟すべてが音楽家として、アルカンを名乗った。パリのユダヤ人居住区だったマルチ区の彼の自宅は、パリ音楽院を目指す、子たちが通う、音楽予備校であり、 マル・モンテル、ラビーナラが通っていた。弟のナポレオン、ナポリアンは音楽院でソルフェージュの教授となり、別の弟のマクシム、マキシムはパリの劇場で軽音楽を作曲する仕事に就いた。姉のセレスト、セレステもピアニストだった。アルカンは生涯をパリ周辺で過ごした。彼の外遊で知られているものは1833年から1834年の イングランドへの演奏旅行と家族の幼児で1840年にメスへを赴いたことだけである。幼くして振動と言われ、6歳でパリ音楽院に入学、PL ジョゼフ・ギオーム・ジメルマンのピアノクラスに学んだ。7歳にしてソルフェージュピアノ、伴奏、作曲、オルガンでプルミエリを得る。7歳半で初めての公開演奏会を行ったが、この時彼は、 バイオリニストとして出演した。ピアニストとしてのデビューは12歳の時で、私的な家庭演奏会で自作を何曲か披露した。彼の作品番号1番は1828年、14歳で発表した作品だった。1829年に室内楽のトリオを結成したが、その時のチェロ奏者は、ショパンの親友だった、オーギスト・フランコムであり、彼が、ある間に、この、 ポーランドの青年を紹介した可能性が指摘されている。アルカンは20代になって教育に携わり、上流階級の集まりで演奏会を行うなどし、リスト、ジョルジュ・サンド、ビクトル・ユーゴーラと友好関係を築いた。1838年25歳にして彼の経歴は頂点に達する。彼は自ら主催した演奏会で三女出演したショパンと、 しばしば共演し、リスト、タールベルク、カルクブレンナーらのライバルのビルトオーゾとされていた。リストはアルカンについて、自分が知る中で、誰よりも優れたピアノ技巧を有していると述べている。この頃から六年の間、アルカンは私的なレッスンと作曲に専念するが、これは彼の子ではないかとされるエミール・ドゥ・ラボルドの誕生、乳幼児期と期を同じくしている。その後、 アルカンは1844年に演奏会に復帰している。1842年にショッパンがスクワール・ドルレアンにジョルジュ・サンドと共に越してきて隣人同士となっており、1849年のショッパンの死後はその弟子の多くを引き取った。1848年、アルカンは大きな挫折を経験することになる。パリ音楽院、ピアノ課長だった。 ジメルマンの引退に伴う後継者争いに敗れたのである。ロビー活動に精を出してアルカンは人形を期待していたが、音楽院学長のオーベールは、ジメルマンの後継に、かつてアルカンの弟子だったマルモンテルを据える決定をする。この件や、親友のショッパンの死に直面して失意に沈んだことで、アルカンは公衆の面前での演奏ができなくなったのだろう。1851年に、 シナゴーグのオルガニストになったのもつかの間、すぐに職を実施してしまう。早くから技術を体得して、名声を手にしていた彼だったが、1853年の2回の演奏会を除くと、25年もの実質的な隠居生活に入ったのである。1861年に、ヒラーに当ててしたためた手紙の中で、アルカンはこう記している。私は日ごとに人間嫌い。 女性嫌いになってきています。行動に移す価値のあること、良いこと、役に立つことなど何もありません。私自身を捧げるに足る人物などいないのです。私は自分の置かれた状況をどうしようもなく悲しく、惨めに感じています。私は音楽を作ることにすら意味や目的を見出せなくなり、魅力を感じられなくなっています。このような状況ではあったものの、 アルカンは友人たちと交流し、作曲と出版を継続した。ドイツ系スコットランド人の音楽学者である、フレデリック・ニークスはアルカン宅の主演に厳しく、面会をいなされた数日後、エラールのサロンで彼を見かけている。ニークスはその出会いについて、こう述べている。私に対する対応は礼儀正しいだけでなく、大層親しげなものであった。またアルカンは、ヒラーやスペイン人のピアニスト、 作曲家だったサンティアーゴ・マサルナウとの文通を続けた。マサルナウはパリでアルカンと知り合い、作品16の3つの華麗なる練習曲、スケルソシュートロワエイトゥーズ・デ・ブラボアの検定を受けている。ジャック・ギボンズはアルカンの性格について次のように記している。アルカンは知的で活発で基地に富んだ温かみのある人物であった。 これらの性格はすべて彼の音楽に現れている。彼の唯一の欠点は生き生きとした想像力を持ち続けていたことだった。時折気候に走ったようだが、それでも他の高く位置づけられる芸術家たちに比べれば穏やかな方だ。それも主に彼の花瓶が気質に根ざしたものだったのである。晩年、1873年からある間は、エラールのピアノ展示場で年に6回の ショーコンサート、パーティコンサーツを開くようになる。そこでは自作だけではなく、バッハ以降の彼の好みの作曲家の作品を取り上げていた。こうした演奏会では時に彼の指定がスケットになることもあり、出席者の中にはダンディもいた。この演奏会は少なくとも1880年まで続けられたことがわかっている。アルカンが自宅に閉じこもって一時は、 聖書やユダヤ教の教典たるムードの研究に没頭した時期のことはあまりわかっていないが、それ以外にも足取りのつかめない期間が存在する。ヒラーとの間に交わされた書簡からわかるのは、アルカンが旧約聖書と新約聖書のいずれも言語からフランス語への翻訳を完成させていたということである。この聖書はアルカンの多くの作品と同様に完全に失われてしまっている。 失われた作品には、弦楽六十奏曲や、フルオーケストラによる公共曲路短調があり、アルカンからその楽譜を見せられたレオン・クロイツアー、レオン・クロイツェルの1846年の論文に、それらの記述がある。アルカンは、生涯独身だったが、エミール・ドゥラボルドは、彼の子であると一般に信じられている。ドゥラボルドという名前が、アルカンの友人、そして、 ショパンの恋人だったジョルジュ・サンドの母メイドと同じであることが重要だと考える向きもある。ドゥラボルドは若い頃にアルカンに教えを来い、またアルカンの作品の多くを演奏、肯定している。父同様、ドゥラボルドもペダルピアノの優れた奏者だった。微ゼの死後、彼の未亡人であるジュヌビーブ、ジェニビブ、作曲家ジャック・アレビの娘はドゥラボルドと協定関係を結ん。 実のところ二人の間には婚姻届が準備されていたが、それが実際に効力を発揮することはなかった。興味深いことに、情熱的なアスリートだったドゥラボルドは、ビゼの死を間接的に招いた人である。彼ら二人は水泳競技を行ったが、ビゼは、それが原因で風邪をひいてその後に死亡したのである。ドゥラボルドは、晩年になって結婚するが、こう設けたという記録は残っていない。 アルカンは1888年3月29日、74歳で永民した。彼は自宅の高い本棚でユダヤ教の教典たるムードを本棚から取り出そうと手を伸ばしたところ、本棚が倒れて下敷きになって死亡したと長年にわたって信じられてきた。この説はアレクサンドル・ベルタの1909年の記事に端を発している。それ以外にも、 アルカン一家の故郷の町であるメスでラビをしており、シャーガットのアリアとして知られた、アリア霊ブ・ベン・アシジャー・グンツベルクの言い伝えが元になっているのではないかという意見もある。この話は、ピアニスト兼作曲家のイシドール・フィリップやドゥラボルドによって誇張されて伝えられたが、死因についての確定的な根拠はなく、不明だった。伝説に事を唱えたのは、ヒュー・マクドナルド、ヒュー・マクドナルドである。 彼は近年発見されたアルカンの主衛の書簡の記載から、主衛がアルカンの埋めき声を聞いて駆けつけたところ、彼が台所でポルテパラプルイー、ポートパーラプルウィー街灯や傘をかけるラックの下敷きになっているのを発見したとしている。彼はラックを支えにしようと掴んでその下敷きになり、おそらく気絶したと考えられる。彼は寝室に運ばれて、その日の午後に息を引き取ったと伝えられる。 アルカンは復活祭の日曜日だった4月1日に、パリのモンマルトル墓地のユダヤ人区画に埋葬された。それは、同時代のアレビの墓からは、ほど近い位置にある。アルカンの姉のセレステも、同じく、モンマルトル墓地に眠っている。アルカンの死をめぐる主張には、ロナルド・スミスが表した伝記に事実として惹かれ、その後に広く引用されたものがある。それはルメネストレル死を出典とし、 アルカンは死んだ。彼は、自らの存在を証明するために命を絶ったのだで、始まるものである。しかし、そのような死亡記事はあるメネストレル氏には掲載されて、おらず、現在まで同時代の雑誌のいずれにも、そのような記載は確認できていない。これらの説は物証には乏しく、直接の死因は判明していない。アルカンは、作品の贈答を通じて、 同時代の音楽家との交流を深めた。アルカンは完全なヨステ人だったかのように伝承されていることが多いが、実際にはパリ音楽院を辞職した後、アルカンの父親が経営していた音楽塾を継ぎ、書き留めた作品をリショアルト他の出版社に送り、細々と生活していた可能性が有力である。契約した出版社は、リショアルト、ブランディス、コックス、ヒューゴル、 シュレシンジャー、ビューローセントラルデミュージック、グルス、ルモイン、トループーナズ、シャット、メケティトタキに渡っている。アルカンが恒例になった後も、フランク、ルビンシュテイン、ラビーナ、ヒラーから作品を検定され、音楽理論カフェティスや、作曲家として大成したバンソンリの信頼も得て、その存在はフランス国内外で信頼されていた。ジョゼフ・アベル社官、 クラーマービューロー50の練習曲の序文では、アルカンの練習曲は、ルビンシュテインと並んで、最高度の練習曲と称された。ワーグナーやシューマンが攻撃したことで知られるマヤベアは、オペラ、予言者からリハーサル中に、カットされた序曲をアルカンに手渡し、アルカンはその序曲を全曲を四手連弾のための、ピアノ曲へ編曲している。 このエピソードからもマイア・ベーアと信仰のあったことが伺える。一連のリタイア・リサイタルシリーズが1880年に終了した後は伝承された通りのイントン生活を送り、その時期の印象が強すぎたために多くの逸話がロナルド・スミス他により創作、鉄造されものと考えられている。ショパンとゴッチョーク、ゴッドシャルクはすでに亡くなってしまい、リストは 公共試作家へ転身、タールベルクはピアノを辞め、1830年代に一世を風靡した一連のビル・トゥ・オーゾは流行が過ぎると、その存在ごと無視された。アルカンもその例外ではなかったのである。アルカンの際立った技巧は、彼の作品に求められる技術的、身体的難度を見れば明らかである。しかし、これらの技巧が音楽性を犠牲にしているわけではない、ことは、 より繊細な作品群に目を向けることでわかる野草曲ロ長長オパス二十二やエスキス州などダンディは六十代半ばのアルカンが誰もいない部屋で折れ曲がった骨と皮ばかりの指でエラールのペダルピアノでバッハを弾いている姿を思い出しこう述べている私が耳にしたのは表情の豊かさという美点に根ざした透明感のある見通しの良い演奏であったアルカンは後に ベートーベンのピアノ・ソナタ第31番を演奏しており、これについてはダンディは以下のように評した。ベートーベンの偉大な落としに何が起こったかというと、アリオソとフーガでは、戦律菓子そのものの神秘を貫き通して、まわゆい光の中立ち上ってくるのである私は、言葉にできなかった。その演奏は私に未だ経験したことないような熱狂をもたらした。この演奏はリストではない。 技術的な完成度では劣るがマイナスより親密であり、人間的な感動をもたらしてくれた。アルカンの晩年に、彼に習い、また、リスト文化でもあった、アルデ氏も同じくアルカンの演奏に関して述べている。彼が改装するに、アルカンの演奏は、実年齢以上に老け衰えて見える彼のその姿に、かかわらず、驚くべき、若々しさを維持していた。アルカンの作品は、 ショパンと同様にほとんどがピアノ作品であり、リストと同様にピアノによる公共的表現を追求した。その実現のために彼の作品には超絶的な技巧の数々、極端な速度、高速の大きな跳躍、長時間の速い動音連打、幅の広い対法的旋律の維持などが要求される。 そのような彼の音楽は恐ろしくまた演奏不可能なほど難しいとも評されてきた。ピアニストのマルカンドレ・アムランはこう述べている。アルカンという作曲家を知らずにその音楽を始めて耳にしたときにほとんどの人がそう感じるだろうが、アルカンの音楽は難しすぎて演奏できないという一面を持っている。中略しかしある意味で、私は彼の音楽が法外な技巧を用いているわけではないと。 思っている、中略ある感の非常に価値ある音楽は、それらの困難を克服するに至るものなのだ。代表作には、練習曲、鉄道、大そなた、四つの時代、超単線超からなり、超絶的技巧を要する練習曲、超超のオーパス、三十五と単調のオーパス、三十九、などがある。オーパス、三十九の四点五六点七番は、 独奏ピアノのための公共曲、また8 9九0番は、独奏ピアノのための競争曲と名打たれている。とはいえ、アルカンには、室内楽作品もあり、バイオリン・ソナタ・チェロ・ソナタ・ピアノ三重奏曲などがそれに、当たる。中でも、最も異様なのは、あるオームの詩に寄せる、早々行進曲マーシャ・フューネブル、ス・ダ・モルテ・ディー、ウン・ポップ・ディーヨー、1859年であり、 三つの、オーボエとファゴット、声楽のための曲である。音楽的に、彼の発想の多くは型にはまらず、斬新ですらあった。多学小生の作品では、後に、デンマークの作曲家であるニールセンによく見られるようなを、とっている。例えば、四つの時代は二丁調に始まりイト短調の、終結に至る。彼は、厳格に、エンハーモニックの使用を避け、 転調を行う際は、ダブルシャープやダブルフラットを用いた。そのため、ピアニストはしばしば見慣れない調整である絵、長調,調のエンハーモニックである絵、ほ長調やトリプルシャープなどの記号に遭遇することになる。後年になると高度な技巧を駆使した、大規模形式による作品からは手を引き、エスキス州、オーパス、63に代表される商品集において、ピアノの誤法を探求した。 この作品集では、ユダヤ教の教会戦法、半音階による無調的表現、トーンクラスターなどの野心的なピアノ処方特徴的が見られる。また、シューマン、リスト、グノーラと同様に、ペダルピアノにも関心を持ち、作品をいくつか残している。1855年には、エラール社のペダルピアノ、ペダリエを講習の前で実演した。彼はまた、 1886年に作成した遺書においてこの楽器のためのコンクールを創設するため遺産から800フランを寄付することを希望している。死後、彼の作品は20世紀の初め頃まではフェルッチョブゾーニやハロルド・バウアーなどのビルト・オーゾ・ピアニストたちに取り上げられていた。再評価の機運が高まってきたのは1970年代末からである。 1977年にイギリスで1984年にフランスでアルカン作品の普及を目的としたアルカン協会が設立されたことはこの動きを象徴するものである。ロナルド・スミスによる単調による十二の練習曲の全曲録音は発表当時大きな話題になった。その後、マイケル・ポンティによる単調による十二の練習曲抜粋の録音。 花沢治による1984年の全曲演奏とジャック・ギボンズによる1995年の全曲演奏が共にライブでなされ、この頃からマイナーレーベルの注目を集めるようになった。現在ではマルカンドレ・アムラン、スティーブン・オズボーン、ステファニー・マッカラム、森下ゆ衣、飯坂健らのピアニストたちが普及に努めている。2011年にはアテネでも ジメルマンイコールアルカン国際音楽協会が設立され、2012年4月にはヨーロッパ各地から参加したピアニストたちがアルン作品を演奏したピアノコンクールが開催されたが、このコンクールは閉会している。注釈。出展。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。